雨や風がもうすでに強くなっているところもありますが、この先の予想はいかがでしょうか。はい、まだ日中にかけても強い風また雨などに、ね、要注意ということになります。でまず現状をご覧ください。皆さんからのご報告を見てみますと、現在日本海側の各地、そして西日本ですと太平洋側でも雨のご報告を、たくさんいただいております。特に中国地方の内陸部ですとか長野県内は標高の高いところでこれ今雪になっております。で今日の特徴ですけれども、天気図見てみますと、午前3時現在北海道付近に低気圧がありまして、かなり発達をしております。で大陸の高気圧との間で等圧線の間隔大変こう狭くなっておりましてですね、風がまず強いといったことを示しております。でこの雨雲雪雲なんですけれども、この後西日本に関しては午前中をピークに、太平洋側でも雨の降るところがあちこち出てきます。標高の高いところ中国山地などでは雪のエリアも多いです。で東日本や東北に関しては午後にかけて、活発な雲がこちらは日本海側を中心にかかりやすく、また東海地方ですとか関東北部東北太平洋側でも雨の降るところが出てくる見込みです。でこのように夜にかけても天気の回復が見込めないといったところも多い中、もう一回あるのは、風なんです。でこれ今日の12時の風予想なんですけれども、西日本エリアは日中にかけても強風暴風が、続くというふうに見られます。平均風速でこれ今ご覧いただいているんですけれども、平均で10メートル以上、瞬間風速つまり突風としてはですね、この数字の2倍以上の、風が吹く可能性があります。関東も日中対南風が強く吹く見込みです。そして北日本は特に北海道の北部ですね、こちらも平均で15メートル以上、瞬間風速としては25メートル以上の、突風として吹いてくる可能性があります。今日は全国的に風の強い状況も続きますので、飛びやすいものは家の中に片付けるなどの風対策を行っていただきたいと思います。はい、一日を通して雨や風の強まりに注意が必要となりそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。